ギャラティン軍はアメリカ合衆国イリノイ州の南東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は5589人であり、2000年の6445人から13.3%減少した。軍庁所在地はショーニータウン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。19世紀初期、 塩の製造が州内最初の主要産業になった。最初に開発された塩製造所は、イクオリティの町から約5マイル下流のセーリーン、川南岸にあるグレート、ソルトスプリングで、インディアンとフランス人によるものだった。1803年からは、セーリーン側の北岸イクオリティの南西のハーモンリックでも製造所が開発された。今日のハーモンリックは、 私有地だが、グレート、ソルトスプリングは、ショーニー国立の森内の公有地にあり、ソルトウェール道路の修道1号線に架かる、セーリーン川橋から西に約1マイルにある。ギャラティン軍は1812年にランドルフ軍から分離して設立された。軍名は当時アメリカ合衆国財務長官を務めていたアルバート・ギャラティンにちなんで名付けられた。当時小ニータウンにあった銀行は、 州内唯一のものだった。その建物は後に再建されて、ジョン・マーシャルの邸宅となり、ギャラティン軍歴史協会の博物館になっている。現在のオールドショーニータウンで、約一ブロック先の州立歴史史跡になっている、イリノイ州立銀行の建物は別物である。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は104.67平方マイルで、あり、 このうち陸地98.81平方マイル、水域は5.87平方マイルで、水域率は5.61%である。ボバッシュ川とオハイオ川が、軍北東部で合流している。セー,リーン川が、軍内の主要河川であり、オハイオ川に注いでいる。近年、軍庁所在地である、ショーニータウン市の平均気温は1月の下市21度から7月の、 下市87度まで変化している過去最低気温は1994年1月に記録された過二22度であり、過去最高気温は2007年8月に記録された下去104度である。月間降水量は10月の3.22インチから5月の5.02インチまで変化している。人口ピラミッド人種別人口構成以下は2000年の国勢調査による 人口統計データである。ギャラティン軍政府は5人の委員からなる軍政委員会が率いている。さらに10の軍区に分割されている。ありがとうございます。